バレンタインデーキースということで高原しぐれです。皆さん今日グダグダか高原しぐれです。ですね、さっき言ったわ。2月ですねっていうことが言いたかったんですよ。2月といえばバレンタインじゃないですか。ということで今回は開封動画ですが、こちらです。どーん、逆だった懐かしくない。チョコエッグだそうです。これチョコエッグ懐かしいですよね。このなんだっけな、すごいちっちゃい頃超大好きだったのがトゥインクルっていうチョコレート、確かトゥインクルって名前だったと思うが、なんかカラカラ言ってて、割って開けるとなんか飴みたいな星のやつとかが入ってるチョコエッグとかってすっごい大好きです。あとこういうキャラグッズものね、開けるとこう中からなんか出てくるみたいな、これスーパーマリオスポーツ全13種類プラス1個シークレットあるんだ。へー、ということで誰かが当たるかもしれないです。私はマリオだとヨッシーが好きなんだな。当たるかな、誰が当たるかなあー懐かしいね、このさ銀紙ね。この音聞くの楽しいよね。でもあまり持ってるとさっきあったかいもの食べたばっかだから溶けるんだよね。溶けるんで、お友達ティッシュ友達ティッシュってなんかやだななんか寂しい人みたい、いろんな意味でやめよう、その話題はやめよう。チョコレートを開けよう。これって、なんだろう、人によって開け方変わったりする、それとも食べながら開けるのかな。私今まで食べながら開けるか、頑張ってここのチョコってさ真ん中に線入ってるじゃん、そっからこうパカンって割りたいなって思うんだけど、もしくはもういっそ一思いにバーンってやるとかちょっとやってみたいさ、やってみたさあるけど、映像的に何が面白いの？叩き割る？中のも割れそうなんだけど。出たー、チョコー。そうだよね、なんかさ卵型のチョコだからさ、バレンタインって言ってるけどイースターエッグとかのね、4月とかでも使えそうだよね、イースターとかね。ということで食べます。やった、チョコだぜ。このままいっちゃっていいのか、いきます。うん、なんか入ってる、カプセルや。チョコ、ミルクチョコとホワイトチョココーティングだ。これこのままパクパクいっていいの？ボロボロいきそう。よいしょ、危ない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 、落ちる落ちる、卵落ちる。オレンジのチョコが、チョコじゃない、カプセルがすごい気になってる、なんだろう。ほい、うん、よいしょ、あ、出た、出ました。
よっこいしょ。はい。はい。開けます。秘宝です。チョコレートの油で全て開けられません。あ、そういう罠。そういう罠あるやつ。あ、待って。すげえ分解されて出てきたんだけど、これはワリオ？足え、なんか可愛い出てき方してるんだけど、出て、なんだろうね、これなんだろうね、よいしょ、あ、ダブルって書いてあるな。出てこないぞ。出てこないぞ。出てこないぞ。引っかかってるよ。あ、おう。ピッチャーなのかな？そして、でーん、王子さん。ワリオだ。へえ。あ、でもこれバラバラなまんまになってる。やばいね、殺人事件だよ。え、どっちどっち。これは、え、こうか、ん、こうだな。あ、投げてるところじゃない。あ、そりゃそうだよね、ボール入ってるもんね。そうだわ、投げてるところじゃなくて、むしろキャッチしている。てて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 、完成。ちっちゃいな、しかも顔見えないじゃん。なんだよ、ちょっとした天才か。あ、え、あ、こうだ、正面こうだ、のこうだ、こうや、ど、あ、どや、こうだね、いいよね、こうか、こうしたらいいか、はい、揺れてる揺れてる揺れてる、はい、あ、グローブ重いだろう。はい、ワリオでした。他何があるのこれ。マリオサッカー、マリオ野球、マリオスノボー、ルイージゴルフ、あ、ルイージいたね。ルイージスノボー、スノボーいいな。ピーチ、ロゼッタ、ヨッシー、ピノキオ、ワリオ、ワルイージ、ディディコング、へぇ。あ、テレサいいな、テレサ好き。シークレット。ということ、あ、待って、ねえ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 、私必死に立ててたけどさ、台座あったわ。あ、あ、ほんとだ。あった、あったね。ごめんなさい。なんかね、ここにね、作り方書いてあった。それで気がついた。はい、できましたよ。できたよ。これで大丈夫だろう。チョコレート髪の毛つく。はい、こうや。こうだ。ということで、チョコエッグスーパーマリオスポーツ、ワリオが当たりました。ワリオで名前合っててよかった。ということで、高原でした。